まして、こんにちは、ゆみかです。初めて参加したライブです。ぜひ聴いてください。今参加した曲は
はい、本当に居酒屋の皆さんがこんなに集まってくださってありがとうございます。ありがとうございます。この中でカラオケバトル見たよっていう人めっちゃ多い。ありがとうございます。はい、上の皆さん誰も知らないですね。はい、はじめまして。実はテレビ東京で放送されているカラオケバトルというものにね、2回ぐらい出させてもらって、4月の関ジャニ∞さんがやってるザ・モーツァルトという番組にも出させていただきました。レディー・ガガが涙した歌声という紹介をしていただいたんですけれども、人に届く歌を歌いたいなということをコンセプトに、渋谷から世界へ発信しようという、テーマでやっております。今日は東京から来たんですけれども、たくさんの人にこうやって見ていただくことができて本当に幸せに思います。では次の曲は、そんな渋谷で、私が路上ライブで歌った曲ですね。この曲をきっかけに今回、ドリームをこのアルバムを発売することが決まりました。ぜひこの曲を皆さんも一緒に歌ってくれたらなと思います。聴いてください。 This is me。Just a night.
憧れのあるチームが、J2 から順番に上がってくるときにすごくかっこいいなと思ったんです。その時にそのチームのために縦に作った曲があります。聴いてください。Hey something Feel something Yeah, in a corner talking about Feel something Yeah, 生きておこう Feel somethingIt's gonna be
変わった曲を勝手に作った曲なので、実は私次の曲はですね、また J1 のチームのちょっとグランパスと優勝争いをしている新東京っていうあるチームのですね、番組のエンディングテーマにも決まってしまってるんですけれども、あの個人的にグランパスが大好きで、あの新東京と同じぐらい好きなんですよ。なのでこの2チームのね、優勝争いを見れてなんかちょっと嬉しいなと思いつつ、まあ、後半がどうなるかわからないので、この勢いでワンツーでいってもらいたいなという思いを込めていつも歌っております。で、次の曲は、まあ、そのエンディングテーマにはなっているんですけれども、どちらかというとたくさんの夢を持った、人たちに向けての応援歌となっています。私も、今年で約10年歌手活動を続けてきて、やっと初めてこのアルバムをリリースすることができて、アルバムのタイトルもドリームということで、やっと今まで見てきた夢が、叶った瞬間という、そしてこれからもたくさんの夢を追いながらみんなと一緒に歩いていこうと、そういう気持ちを込めて作ったアルバムです。次の曲はそのアルバムのタイトル曲、メインですね、歌いたいなと思います。頑張ろうと思って今一生懸命頑張ってる人、そしていっぱいくじけて本当はやりたかったことが今はできてない人も、これを機にまたチャレンジしてもらえたらいいなと、そんな思いを込めて作りました。聴いてください。 Beautiful Tears。
皆さん、短い時間でしたけれども、次の曲が最後の曲になります。すごい周りを見てからの、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日初めてキミカっていう人を知ったよっていう方がほとんどだと思うんですけれども、初めての方にも、ありがとう、なんか元気だね、ありがとう。初めての方にも、よかったよって言ってもらえるように、これからもたくさん気持ちを込めて歌いたいなと思います。今回も、ドリームの本当にたくさん今までね、いろんなことがあってやっとできたアルバムになっておりますので、よかったら、この後サイン会もあるので、ぜひぜひ手に取ってもらったら嬉しいです、私もね、ゴールデンウィークのリリースイベントはこれで最後なんですけれども、あと2日、今日入れて2日、ゴールデンウィーク、皆さんが怪我なく、病気なく、楽しく過ごせるように、最後の曲は、これもまたね、私の夢が叶った瞬間に、この曲があったからこそ夢が叶ったと言っても過言ではない曲でございます。なので、みんなに、みんなの夢もこれから叶うように、そしてまた新しい夢を見つけられるように、最後はこの曲を歌って帰りたいと思います。それでは、私がラスベガスでレディーガガさんと一緒に歌った曲を聴いてください。シャドウ。Thank you.